2007年の知事において、フェミサイドの撲滅を訴える看板と、被害者を追悼するために灯されたキャンドル。フェミサイド、または、フェミニサイドとは、性別を理由に女性、または少女を標的とした殺人である。これらのうち、特に男性による殺人を表す場合もあるが、女性によるものを含める場合もある。この言葉は1976年に、フェミニストのダイアナ・ラッセルにより普及した。 ジェンダーに基づくヘイトクライムとして位置づけられている。国連システム学術評議会によるフェミサイドに関するウィーン宣言では、フェミサイドは、ジェンダーを理由とする女性や、女子の殺害として表現されている。今日における、フェミサイドという語は、アメリカ人作家キャロル・オーロックの使用をもとに、ラッセルが1976年、女性への犯罪に関する国際法廷にて使用し、広まった。 後日、ラッセルはこの後を女性差別に基づく男性による女性の殺害として定義した。ラッセルは後に、乳児を含む若年者の被害及び若年者による加害の存在や女性、男性間の権力差を強調するため、さらに被害者、加害者の数を限定しないため、女性であるという理由に基づく、 複数、または一人の男性による複数、または一人の女性の殺害とこれを再定義した。ただし、加害者の動機や属性を問わない、女性を標的とした殺人全般として、これを定義することを主張する立場もある。また、この定義からは除外されるものの、男児選考に基づく殺人や持参金殺人など、女性が加害者となる、フェミサイドとみなすべき事例が、 少数ながらも存在ことはラッセル自身も認めている。このようにフェミサイドの定義は論者や目的によってばらつきがある。しかし、あえて開いた定義を用いることが女性であることを理由として起こる様々な形態の殺人の可視化に有益であるという指摘もある。日本では全体の殺人件数がそもそも少なく殺人によって 命を奪われる女性の数も低い水準だが、一方で被害者の女性比率が世界で最も高い国の一つとなっている。国連薬物犯罪事務所の2014年の報告によれば、殺人における被害者の中の女性の割合が高いのは、日本と香港がトップで52.9%を占める。警察庁の平成30年の刑法犯に関する統計資料によると、 殺人における認知件数のうち女性被害者の割合は平成21年の39.4%から41.3%とやや微増傾向であり殺人における女性被害者の認知件数自体は平成21年の430人から平成30年の374人と減少傾向であるまた殺人の被害者数において 女性被害者数は平成21年の253人から平成30年の179人と減少傾向にある。ありがとうございます。